こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は購入品紹介です。何かというと、じゃじゃーん、これちょっと開けてるんですけど、グレールさんで買ったものを紹介したいと思います。はい、今回買ったものは3点です。3点とも、まあ部屋着兼パジャマ兼ちょっとそこまでコンビニくらい用の服を買いました。で、まずトップス1点ですね。あ、トップス1点っていうか、トップス2点か、 T シャツ買いました。こちらです。これね、商品名何だっけ忘れた。 USA コットンのなんとかっていうやつで、コットン 100%、 こんなタグがねついてます。生地感が、まあ届いてみて分かったけど、バスク T シャツみたいにしっかりしたコットンですね。色はこれはベージュ、うん、ベージュですね。で、気に入った点はここにね、ステッチが入ってるんですよ。見えるかな、切り替えっていうの。見えない、見える。後ろから見てた方がよくわかるかな。こんな感じ。これが前にも入っていて、結構ねスポーティーな感じが気に入りましたね。あとはスリーブがちょこっと出る感じ、うん、生地感もすごい良さそう。これが1点目ですね。サイズはフリーサイズで、次2点目、2点目も T シャツですね。はい、こちらです。これもね、半袖 T シャツですね。ここにロゴっていうか文字が入っていて、色はこれオレンジです。オレンジって売ってるけど、まあ茶色やろなと思って予想して買って、まあ案の定茶色っぽい色でしたね。ちょっとねくちゃって置いてたからシワになってるけど、これも綿100です。今回結構ね、綿100なら外れないかなと思って、上2点はね綿100にこだわって買いました。デザインは後ろが前より長いのか、こうねラウンド型になっていて、前より後ろが長い感じのパターンですね。はい、これもね、まあパジャマっていう感じにしようと思って買いました。サイズはこれもフリーですね。で、あ、さっきの T シャツは値段が899円で、こちらが999円です。もうグレールめっちゃ安いね。安くて感動してる。そして3点目、3点目がこれですね。ショートパンツです。まあショートパンツって言ってもインナーなんですけど、夏は本当にこれ1枚で家中うろうろ、寝る時もこれ。スカートのインナーにもね、涼しくなったらっていうか、夏でもねインナーでも使えるかなっていう感じです。色はねベージュとかもあったけど、私はこれ1枚で部屋着にしたかったので、一番濃いモカっていう色を選びました。サイズは M で、価格は999円。これはねポリエステル 63%、 綿 34%、 ポリウレタン 3% ですね。これは綿100じゃない、薄手の生地で結構着心地良さそうです。はい、そんな感じです。一応ね着た感じ見せる、見せようかな。はい、こんな感じ。3点だけなんであれなんですけど、グレールね割と安いけど外れ多そうっていうイメージあったから、今回動画にしてみました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。私のチャンネルでは40代の日常、美容健康ファッション、今やっている大人の歯列矯正や岡山の地域情報を発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、リクエストもお待ちしています。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。